ビクトル・ノバー・チェクは、チェコのバイオリニスト、教育者、末息子として、ティミシュアラに生まれる。父のマルティンは、ホラジュ・ジョビツエの出身で、プラハのオルガン学校で学んだ後ティミシュアラに今日構え、同志で、聖教会の合唱指揮者、フィルハーモニック教会の指揮者、音楽学校の校長を務めた人物である。兄弟のルドルフ、オトカル、カレルも音楽家になっており、 家庭で音楽教育を受けたビクトルは一家の四重奏に加わった。1888年12月3日、13歳だった彼はこの四重奏談で第15回のフィルハーモニックマジネに出演し、ハイドンの弦楽四重奏曲第11番作品、2から5、ベドルジハスメタナのピアノ三重奏曲作品15、そしてメンデルスゾーンの弦楽五重奏曲、 第2番作品87を演奏した。翌年には、還元楽と共演して、パガニーニのバイオリン競争曲第1番を演奏している。プラハ音楽院とライプツィヒ音楽院で研鑽を積み、同行のバイオリンの試験では、ロベルトシューマン賞を獲得している。また、ベルリンでは一時、ヨーゼフ・ヨアヒムに支持していた。故郷のティミッショアラで、 バイオリンの音楽解釈講座を開こうとしていたところでヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターとして招聘を受け計画を断念することになったヘルシンキ音楽院ではバイオリンの教授に就任している1904年2月8日彼はシベリウスのバイオリン競奏曲を作曲者自身の指揮により初演する栄誉に良くした1914年3月3日 ヘルシンキに没している。ありがとうございます。